テレレレン、テレレレン、テレテン。皆さんこんにちは、旦那様です。今日は長。Ready for another? Ready for another? よし、ちょっと音できないわ。バーリー動画撮ろうと思ったけど、あんまり使いこなせんかったんで、今日はそうやね。プリモーと思ったけど、フランケン、フランケン行こう、フランケン。一発で500か、アップグレードした。フランケン行こう。今日はね、フランケンをメインの動画にしていきましょう。途中で飽きちゃうかもしれませんが、おー、フェリアさん召喚儀式。はい、召喚できましたんで、バトルロイヤル行きましょう。ステージ、ちょっと 俺最初ね、ステージ確認するようになったんだよね、どんな感じか。行きましょう。ジェシーとフランケンか。サボテンチでよかったのに、スパイクで。どうやろ、ジェシー。まあ、俺がさ、タンクとしてしっかりと他業を取れればいい話なんやけど、ちょっとね、ジェシーは脆いけど、まあ、いっか。体力7000もあるからの。俺、その下のやつやるね。やばいやばい。ちょっとあのジジイがうざいよ。あははは、溶けちゃった。もううぜえ。うわあ、もう無理やんこれ。なんなんこれ。やっぱ後ろに5号や。さあスタートダッシュ割る。一緒に動こう、一緒に。なんかなんかちょっとスタートダッシュ悪すぎやな。これ終わったらブロストライカーやろっかね。まずスタートークンゲットしたいからさ。はい、2回目の挑戦いきます。ちょっと慎重に行こう、慎重に行こう。うん、これは大丈夫でしょ。上任せるわ。俺下やるね。はい、あいつやる、あいつやる。無理か。なんで？よっしゃ、いける！オッケーオッケーオッケー。これいけるぞ。それ任せるわ。俺も行く、俺も行く。一緒にやろう、一緒に。一撃1950か。これで2000超えたんじゃない？気をつけてよ、気をつけてよ。知らんでね、リコちゃんめんどくさいから。今一撃が2250。はい、いただきます。オッケー、いいよ。今一撃2300あるんじゃない？今ね、今多分な。大丈夫か。今ね、パワーアップアイテム的には有利なんだよ、こっちが。これ今すでにもう真ん中陣取ってるから、アップね。いいね、いいね。一撃1200ぐらい。ダメージは大きいね。俺今スキル溜まってるからね。あ、そんな突っ込まんねえよ、突っ込まんねえよ。使うときねえな。今真ん中陣取ってるから、これは有利で、すごい障害物もあるし、弾が通れない、弾が通らない、通らない。いいよいいよ、みんな。え、いいよ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 。ナイス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 。あの二人は死ぬぞ。うわっ、うわ、ごめん。うわっ、やばい、やだこれ、やだやだやだ。ナイス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 。3、2、1、俺復活、俺復活。勝てる勝てる。ちょ、固まるやつは固める固める固める。ええ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうな。ちょ、今日ちょ、勝ってよかった。とりあえずナイス、フェリアさんのおかげっす。次ブロストライカー行くんやけど、まあ、フェリアさんブルに変えてもらって、まあ、今日フランケン主体の動画なんでね、エルプリモを使いたいんですけど、使わずに。おーおお、マップ見ようと思ったのに。まあいいや、行きましょう。あれ、相手いないぞ。もうこれもう押し押しのリズムですよ。押し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 ってなっちゃう。戦力の違いを見せてやる。うれ、
行きます行きます。うっせ、戦力の違いを見せてやるぜ。シュートせえ、あいつ挑発せんねえかな。挑発のパフォーマンス、ゴール前パフォーマンスね、あれね。このゲームっていうのはね、構成はすごい大事で、わかるでしょこれ ね前衛がいなかったらどうなるか、こうなるんですよ。ハイパーパスアウトです。えっ、わ、全員溶けてるやんけ。大丈夫大丈夫やね、大丈夫やね。オッケーオッケーオッケー、いけるいける。ね、もうあいつら同速度もできないよ。やっぱさ、どのゲームでもね、まあ、結局装備とか揃ったら最終的にはね、タンク系がね結構強くなっちゃうんだよ、対戦では。俺はそういうイメージあるんだよ。わかるかな。最初はね、うれん、初期状態だったらさ、よしよしよし、初期状態だったらそういうウォーリアとかそういう職業強いんやけど、まあ、初期状態っていうかさ、このオンラインゲームの初心者向けにはウォーリアで、上級者向けには、まあ、そういう魔法使いとかあるじゃん。やっぱり初期は、ね、そういう、まあまあ、ね、何が痛いかというと、上手ければタンクの方が強いわけよ、俺の中では絶対。オンラインゲームをやってきた俺としてはね、俺はタンクキャラが好きなんだよね。だからエルプリモとかエメラルドハントでいい、行きましょう。わかる、みんな。やっぱりウォーリアとかそういう突撃系のキャラは初心者向けなんだよ。誰もおらなかった。マイチューイッパプー、やっぱりみんな慣れてくるとウォーリアなんてね、もう使えないわ、もう初心者向けやから。ちょっとこう言うとね、ウォーリア好きの人たちは何が言いたいかというと、タンクは強い。結局このゲームタンクがいないと始まんねえ、うん、ヒーラーはいてもいなくても大丈夫やけど、タンクはいる。なこの重量級ね、ヒーラー、パムはね、ヒーラーじゃないけど、パムはね、すごい強いと思うんだよね。なんでかっていうと、あいつヒーラーなのにタンクの役割果たせるんだよね。だから強い。これだからタンクだからこそだよ。ね、こんな重量級ヘビーウェイトのやつが、もうパムなんてヘビーウェイトでいいと思うよ。ヘビーウェイトのやつがど真ん中2人陣取ってたら、あいつ何もできないだろ。おい、潰されるの俺の攻撃が。これエルプリモなんて目じゃねえ。まああいつらがちょっとあれやで、ね、これちょっと相手があれやな、相手が、ちょっとこれはね、相手、あ、やばい、負けるのこれで。いやマジでね、ほんまにね、俺ドラゴンネストとか RF オンライン Z とかブレード&ソウルとかテラとか、もう数々のオンラインゲームやってきたわけよ俺ね。だそういう系には詳しいんだよね。でやっぱりね、ウォーリアっていうのは初心者向けで、タンクはねやっぱり中級者で、魔法使いとかは上級者向けなんやけど、魔法使いな、あぶねえ、魔法使いなんでね、脆いからさ、タンクがいなければダメなんだよあいつらはね。そうやろ、よっしゃはあ、やっぱりタンク最強って言いたい。いやごめんね、なんかすんげー熱く語り出しちゃって。やっぱりね、最後はちょっと誰か誘いたいね。これノラで行くとさ、トロフィー下がっちゃうんだよな。でちょっとね、誰か誘っていくやん、でパーティー入れてってなるじゃん。そうするとその人と連敗が続いた時にこう申し訳なくなっちゃうよねその人も抜けづらいだろうしさ、あ、どうせなら勝ったから終わりたいね。で勝って終わりたいんやけど、ずっと勝たれないっていう風のレインさ、はいはい、こっちのバーリーちゃんが前出れてないね。これ負けるんちゃう、やばいやばい。あのバーリーちゃんのね、あの予測打ちがね当たってないから
そこまであいつ役立ってないな。ちょっと前線上げてほしいわ、あいつ。ほら見て見て、みんなあいつ、こういうね、ちょっと初心者がいるとバーリー使っちゃダメ、うん、バーリーっていうのはやっぱり魔法使い系なんやから、上級者向けだと思うんだ俺は。そんなやつは素直にシェリーとか使っとったらいいと思うわ。うん、射程で俺が前に出れねえわ。あー、前に出れねえ。あのバーリー一個も当たってねえからな。いや、さすがに言い過ぎかもしれんけどね。え、すげえフェリアさん。あ、これあのバーリーの流星君が、いやあいつ強いわ、やっぱりね。俺の目にこれはなかった。やっぱあいつ初心者じゃないわ、これ上級者だからこそあいつね、あれバーリー使ってるんだよ。上級者だわあいつ、やっぱり。あれ固まってんのあいつやっぱり上級者ちゃいますわ。 MVP、 ほら数字は嘘つかない。俺はその上級者の上の上を行く上級者。はい、すいません出しゃばりすぎました。はい、エメラルドハント行きましょう。楽しんでね。楽しいからね、何でも行っちゃう。ちょっとね、取るの早い、あいつダッシュダッシュや。はいはいはい、オッケー。ペンに早いな、たまるの。あれ壊せる、オッケー。あ、俺ちょっと、あのモーティスがさ、仲間にいるときにあんま勝った試しないんだよね俺。あいつって突っ込んで死んだけだからね、基本的に。まあいいや、まあいいや。まあ俺とフェリアさんで頑張るわ。このツートップはね安定するから。俺溶けちゃったけど、モーティスちゃんがしっかりエメラルド回収してくれたら嬉しいな。うれぇ、潰されたし。やばいねこれ、これ負けるかこれ。うっしゃ、うれぇ、うれぇ、うっしゃ。うん、来いよ。やっぱフランケンだねー、ロッテのフランケン。今のなしにして、よっしゃよし、俺だよな、な、これよこれ、気持ちいい。だから気持ちいいんだ、俺フランケンが最高だな、火力が。ミルドハント行きます。こっちペニーちゃんやね、向こうタラ、タラとニタと、バーリー、リコシェ、あいつら似てるか分かんねえよ、リコシェやね。俺もキャラ名だいぶ覚えてきたから。あ、これ抑えれるね。よっしゃ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 、見たこれ、これね、なんでこんな強気出るかというと、後ろにフェリアさんがいるから。そういいね、前線が上がればね、仲間も前線上げてくれるから、ぜひ。よし、タラがちょっとめんどくさいな、射程で押されるわ。おい、えい、うん、ナイス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 。まあ俺が勝てるってことは、まあ、フェリアさんのおかげが大きいけどな、正直。まあ感謝ですけど、ちょっとリコシェ多分そろそろ必殺がたまるわ。よし、引くわ、引こう。何もできない相手ね。これヘイビーウェイト、まあまあもうほんまね、まあ、さっきの試合でも言ったんやけど、危ねえだろハムってね、ほんまにね優秀だよな、うん、MVP 取っていく気持ちいい。これラストにしようかな。向こうもフランケンいるね。どっちが真のフランケンが思い知らせて噛んじゃった。
ちょっとスパイクめんどくさいね。スパイクめんどくさいわ。スパイクもさ、すごい優秀だと思うんだよね、俺は。はいはいはい。そろそろ、まだかな。まあ大丈夫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 。あーごめん、あいつ一回引いたのに。あのレオンちゃんナイスやけど、まあでもエメラルド全部フェザーさんが保管してたんで問題ないね。おる、よし、オッケー。はい、止まれ止まれ、まとめてまとめてまとめて、今日まとめて、いらっしゃい。はい、流れ変わった、流れ変わったよこれ。もう向こう打開せな感じ。あ、もう溜まってるね。どうする？固まれ！ごめん、逃げる。あぶねえ。よっしゃ！はい、来い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 。よし、オッケー。これも MVP いったんちゃう？ね？俺が真のフランケン。はい、ラストで言ったけど、まだやってしまう。あれ、さっきと同じフランケン？同じかな？前か。構成としてはこっちどうなんやろ、不利かな。不利やね、射程向こうの方が。まあでもパムちゃんがいるから全然大丈夫か。あのブロックちゃんよ、フランケン。多分そろそろ溜まっとんかな、もう溜まっとるかな、スキル。2人ともまとめていこうぜ。うん、惜しい。ブロックちゃん、ブロックちゃん上がって上がって、ブロックちゃん、ブロックちゃん、ブロックちゃんって呼びづらくない？わー、スタンガ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 。くっそー、これ出れないね。やばいよこれ、初めて危機を感じた俺は。フランケンとパムのコンビで行って、いやじゃあこのデビュー、よっしゃナイス。ちょ、射程があるからね、もう障害物ないやん。こいつ俺がやる、こいつ俺がやる、俺がやる。よっしゃ、フランケン殺しのフランケン。うん、エリザベスはワンチャン持っていけるから。めっちゃくちゃ地雷あるな、めんどくせえ。ナイス、取りに来るからそれを狙って撃つ。よし、オッケー。フェレさん10個持ってるやん、気をつけてよ。ナイス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 、いいよいいよいいよ。うん、俺が助ける。よし、オッケー。危なかったな。よし、こんぐらいにしようか。あー、ありがとうな。